人工衛星を低コストで打ち上げようと開された日本の新しい小型ロケット、イシロンの3号機が大手電機メーカーの勢を乗せ、18日午前6時過ぎ、鹿児島の内の浦宇宙空間観測所から打ち上げらました。打ち上げの成否は午前7時前に、明する見通しです。日本の新しい子、ロケット、イプシロンの3号機は、大、電機メーカーの NEC が開発した地球間、衛星、ASNARO の2号機を乗せ、8日午前6時6分、鹿児島県の内の浦宇空間観測所から打ち上げられました。イプシロンは1段目のエンジンに点火、ガーと、ごう音とともに発射台を離れ、ノアト高度500キロ付近で、ASNARO を軌道に投入する予定です。イプシロンは新興国などで需要が高ま、小型の人工衛星を低コストで打ち上げらるようにしようと JAXA、宇宙航空圏、開発機構などが開発した日本の新しい小、ロケットで打ち上げ費用がおよそ40億と従来の小型ロケットの半分程度に抑えれています。イプシロンが民間企業ら委託された人工衛星を搭載するのは今が初めてで、JAXA では打ち上げの